今日は閻魔大王のお話です。閻魔大王が死ぬとかいうニュースが流れたそうです。こんばんは、無人の夢の坊ちゃんです。今日のお話は閻魔大王臨終のお話ということで、この昔の耳袋という本また登場しましたね。最初の前書き読んでいきます。南町奉行の根岸安盛が書いた耳袋の中に閻魔が死ぬという奇妙な物語がありました。時代は寛政の頃、写楽が世の中に現れて浮世絵の全盛期でした。寛政4年に大きな津波があり1500人が亡くなりましたが、これは江戸から遠く長崎のこと。あとは大きな災害もなく平和な時代でした。ということで、今日は閻魔大王のお話なんですが、閻魔大王がなぜここに来たのか、この中にある物語がありました。寛政8年の春の頃、閻魔になって人を騙す者を余が役所へ捕らえたともっぱら噂になり、物好きな者がさまざまな方面から訪ねてきたことがあった。余は彼らが来るたびに根も葉もない妄言である、一向に知らずと答えていた。なんかこんな噂を流されちゃったってことですね。そんな同年の冬のこと、ある友人に久しぶりに会った。茶飲み話に友が、定めて妄言かもしれぬが、と前置きし、奇妙な物語を語った。それによると、愛州とやらの村に老夫婦があって、一人娘がいた。この娘、それはそれは美しかったが、28の16の頃、ふと病に伏して、とうとう帰らぬ人となったという。老夫婦はことのほか嘆き憂いて、朝に愛しい、夕に恋しいと泣き叫んでは、まことに目も当てられぬありさまであった。村役人5人組を手を変え品を変えて慰めたが、ただ開けてもくれても嘆き打ち伏していた。村役の一人が、世の中には近江ばかりが不幸ではないと教え諭したが、聞き入れることはなかった。やがて村の若者どもも哀れに思ったのか、寄り合って幾度もそのことについて話し合った。若者の中に名主の次男がいた。次男はそれがしに良い考えがあると申し、早速仲間に計画を打ち明けた。その計画とは、閻魔に扮して芝居を打ち夫婦を諭そうというものであった。集まった友人たちと村の修験者の家に行き、事情を語って装束を借りた。ちょうど二房のことであった。次男は閻魔大王、友人たちはおのおの自国の黒鬼、赤鬼に扮して顔を朱で塗り、あるいは黒く塗って、その雰囲気は地獄の極卒そのものに見えた。夜の八つ時、午前2時、紛争したままかの夫婦が家へ参り、トントンと戸をたたいた。あないこー、何がしの家なるやと申すと、女房が少し戸を開けたら、ひえー
悲鳴を上げたまま腰を抜かした。様子を見に夫が来ると夫婦は大いに驚いて、いかなるものかと叫んだ。苦労人に扮した一人が、ここにおわするは隠れもなき閻魔王、我らは今日ともする地獄の極卒なりと声高らかに告げると、閻魔はにらみを聞かせた。今一人の赤鬼が続いて口を開いた。その方らの娘が病死したものを地獄へ送ったが、上張りの鏡また業の計りを持ってその罪を試しみるに、いささかの罪もない。我が娘が罪人であろうはずなど、まあ聞け、これによって釈尊へ申し出て極楽へと送ることとなったが、それはようござった。ふと安心すると鬼は金棒でドスンと地面を叩き、しかし両親のそなたたちは嘆きばかりに打ちしおれ、法事のこともろくろくにいたさぬではないか。また閻魔がにらんだ。すると2匹の鬼が叫んだ。その罪許しがたし。外の闇に言葉がこだました。そして閻魔大王がおごそかに口を開いた。地獄でも極楽でもない場所に迷い、いまだ浄土へ行くこともできず、これによってその不憫さを見るに忍びなく、はるばると現世に来たりてすげるものなり。ね、この、ね、お父さん、お母さん、ね、老夫婦がいつまでも悲しんでたら浮かばれませんよ、みたいなことですよね。だから、ね、法事をするなりして次のステップに進みなはれや、ということを普通に言うてもあかんから、この小芝居を打ったわけで、まあ、それを聞いた老夫婦、歓喜の涙を流して、ね、娘さんが極楽に生きるんだと思って、ありがたきことなり、いかに背き申すべき、猿にてもはるばる来たりたまえば、何か物を備えん、と法事のためにこしらえた餅を出した。閻魔も鬼も喜んで分けて口に運んだ。だが幾分日数も経っていたからか、餅は少し固くなりカビも生えていた。閻魔は、ここで遠慮などいたしては偽物とバレるとでも思ってか、ごくりと生唾を飲み、覚悟を決めて第一番に一口食べた。しかし何ということであろうか、餅が喉の奥に張り付いて、しかもカビまで奥に入ってきた。苦しい。ゴーゴーと咳き込む閻魔であったが、なんせ必死でごまかしているうち、ふと息が苦しくなってきた。ジタバタして閻魔はその場に倒れてしまった。閻魔の赤ら顔が青ざめていく。睨んでいた目も白目を向いて、哀れ臨終の浮き目を見た。初めのほどは鬼たちも解放していたが、手にも負えず死ぬのを見るが早いか、慌てて入り口の戸を蹴倒してそのまま逃げ失せてしまったという。取り残された老夫婦はしばらく呆然としていた。ほうけていると、突然何が起こったのかを理解して、老夫婦は声を立てた。なんたること。慌てふためいて村長の屋敷に届け出た。村中が集って司祭を聞き、死骸を改めると名主の次男であった。連れだった鬼どもはいかにしたのかと手分けして探し捉えれば、
しかじかのことでこのような趣向となり申したと語ったという。人も死んだとのことで鬼どもも縄目を受けて地頭へ差し出され奉行所の吟味になったと聞いたが、その後はどうなったものか分からずじまいであるという。お話はここまでです。後書きも読んでまいります。コメントありがとうございます。私もコメントで応戦します、閻魔大王になるのも大変だったようですね。当時閻魔強盗とか七福神強盗というのが流行りました。これらは都市伝説のようなもので犯人は分かりません。もしかすると噂だけで根も葉もない物事かもしれません。この事件の中の閻魔大王は実在の人物であるようです。閻魔大王に扮したり閻魔の像に悪さをする事件はいくつかあります。どの場合も犯人は不幸な死を遂げているようです。やっぱりこれってたたりかなとか思う次第でありました。おしまい。親切心からこの老夫婦を救おうとみんなで考えてやったことではあったんですけれども、やはり閻魔大王の、偽閻魔大王になって人を騙すなんてやっちゃダメなことだっていうことでしょうか。このお話はいかがでしたでしょうか。最近あんまり怖くないでしょう楽しいお話も交えながら昔の奇妙な物語をお送りいたしております。昔の奇妙な物語、このお話は播磨陰陽師が昔の古い文献を紐解いて、伝え聞いている知識、調査力を駆使して、そして、お楽しみいただきながら、お勉強っていう感じよりも楽しみながらその伝承が伝わって残っていけるようにと小説の形に書き起こしています。それを嫁がこのようにしてさらに解説を加えながら、朗読しているというのがこのチャンネルでございます。この朗読の他に週に一度フリートークとして朗読はせずに質問にお答えしたり一緒にお話ししたりする時間、そして15日にはちょっと時間を変えまして8時から9時の間に皆さんのコメントと一緒に交流するコメント交流会を開催しております。ぜひその時はリアルタイムでご参加になってください。それでは良い夢を、良い夢を見るためのおまじない、悪しき者を払いたまいて常に正しきことを行わしめたまえという言葉を口に出さずにお布団の中で眠る前に頭の中で唱えて眠ってみてください。そうすると夢と仲良くできるという伝えがあります。試してみてまた感想を聞かせてくださいね。それではおやすみなさい。良い夢を。